向き合っちゃった。かわいいじゃん。ハオちゃん起きてるのそれ。起きてるよ。上から見たらハートマークになってない。二人が？なってないか。まあ。見えんこともない。まあそう見えんこともないかな。左右対称みたいな。サイズが違う。相変わらず一人ハムちゃんに近づいた感じでした。もうちゃん別に寄り添ってるわけじゃないけどそれっぽいよね。そんなことない？触れてないけどね。触れてないけどね。なんか3匹固まってますよみたいな。マロはしたしたじゃない。珍しい。今回はこの3人ですね。優しいね。うわぁ、どうしたの？どうしたの、ハムちゃん。どうしたの？押し出されたかな？なんか喧嘩してた様子なかったけど、折れちゃった。また一人になった、この人。さっき撮影した時もそうだったんだけど。あ、そうなの？うん。途中からハムちゃんがどっか行っちゃって一人だった。ジョシャン、寂しいね。いつものことですが、ジョシャン誰かにひっつくのが好きだもんね。これ映ってる？ちょっと映ってる。もちずっとそこだもんね。でも今さっき来たんだよ。そうなの、うん、さっきまで一人で遊んでたね。寝るときは必ずここでね、うん、ママの目の前だからね。いや、いなくてもそこだから。本当にそういうこと言わなくていい。ね、ももちゃん、そう、ももちゃん探しの旅に出よったな。ももちゃんどこ行ったんだろう。それ思ってさ、出よったな。ハムちゃんこんなとこ行ったの？どうしたの？どこ行く？これ撫でられ待ちです。どこ選ぶ？
僕に撫でられる街ですよ。撫でられたら逃げますけどね。ね、ハムちゃん、ほら。ほら、ハムちゃん、ほら。ほら、逃げた。ね、娘の部屋まで誘導するパターンだね。マロ。なるほど。